ギュスターブ・ブカイ・ユボットは、フランスの画家、絵画収集家。画家としては、写実主義的な傾向が強いが、第2回以降の印象派グループ展の開催に、経済的、精神的に大きく貢献し、自らもグループ展に作品を出品したことから、印象派の画家として挙げられるのが通例である。ギュスターブ・ブカイ・ユボットは、1848年、パリの上流階級の家庭に生まれた。父、 マルシャル・カイユーボットは、軍服製造業を継いで経営するとともに、セーヌ県の商業裁判所の裁判官でもあった。父は、妻と二度死別した後、セレステド・オフレネと結婚し、彼女との間に、ギュスターブが生まれた。その後、弟のルネとマルシャルが生まれた。聖火は、パリ十区のフォーブル、サンドニ通りであった。イエールのカイユーボットやべそう。1860年。 トーマルシャルはパリ南港のイエールに広大な辞書を購入し、一家は夏をイエールで過ごすようになった。カイユボットはこの頃から絵を描くようになったと思われる。1866年、一家はホールサンドニ通りからミロムニル通りに引っ越した。ここは第二帝政時代に上流階級の住宅地として新たに造成された地区であった。フランスのエリート養成機関である。 リセルイコールルイコールグランに通った後、1868年、法学部を卒業して学位を取得し、1870年には弁護士免許を取得した。その直後、不仏戦争で徴兵され、国民動員衛兵として従軍した。不仏戦争が終結すると、カイユボットは、レオンボナノが塾に通い、本格的に絵の勉強を始めた。1873年、 エコールでボザールに入学したが、あまり投稿しなかったようである。1874年、とマルシャルが亡くなった。レオン・ボナのガ塾では、ジャンベローと親しくなったほか、ミロムニル通りの近くに住んでいた、アンリル・ルアールを通じて、エドガードガと知り合い、その友人ジュゼッペ・デ・ニッティストも親しくなった。ルアールとドガは、リセルイコールルイコールグランの先輩でもあった。百七十四年、 ドガやルアールはグループ展に参加したが、カイユボットはこれには参加していない。1875年、初期の代表作である床削りを制作し、この年のサロンドパリに提出したが、低続投票され、落選した。この年、印象派グループ展のメンバーであるルノワール、モネ、アルフレッドシスレー、ベルトモリゾが、オテルドゥロで競売会を開いたが、この頃、以降、 会誘ボットは印象派の友人たちの作品を購入するようになっていった。八百七十六年三月から第二回印象派展が開催され、会誘ボットはこれに参加した。この年の二月、ピエー,ールオー e s t l e Noir t o ールは連名で会誘ボットに対し、私たちは今一度みんなで施設の展覧会を組織することが良いだろうと考えました。この趣旨に関して、 デュランイコールリュエル氏と合意に達しています。この新しい試みにあなたが参加してくだされば非常に嬉しい。という手紙を送っており、二人の勧めで参加したことがわかる。カイユボットは8点の作品を出品し、そのうち2点の湯かけずりは極端な遠近法と都市労働者の情景で注目された。同時にピアノを弾く若い男、窓辺の若い男、 昼食の後といったブルジョアの風俗を描いた作品も出品した。印象派点に対しては厳しい批評が多かった。その中でエミール・ゾラはクロード・モネやル・ノワールを新しい流派として称賛する一方、ドガとカイユボットに対しては写実的すぎるとして批判した。反対にルイ・エドモン・デュランティは鋭いデッサン力で都市風俗を描いたドガとカイユボットを称賛した。 ジョルジュ・リビエルは、カイユボットを、ドガの弟子と呼んだ。カイユボットは、これらのデュランティア・リビエルの表を読んで感激し、絵画制作に専念して、もう一度グループ展で発表したいと思うようになった。同年11月、弟ルネが26歳で亡くなった。カイユボットはこれに衝撃を受け、28歳にして、遺言書を作成した。その内容は、ヒダ教派または、 印象派と呼ばれる画家たちの展覧会の準備資金に自分の遺産から相当額を割り当てること、ルノワールと弟のマルシャル・カイユボットを遺言執行者に指名すること、自分の絵画コレクションを国会移贈することなどであった。カイユボットは1877年1月、カミリユ・ピサロの作品を購入した。その頃、ピサロにあてて夕食会に招待する手紙を送っており、 展覧会の可能性についての問題をあなたと議論したいと思います。ドガ、モネ、ルノワール、シスレー、それに真似が来る予定です。と書いている。この手紙と遺言書から、会議ボットが中心となって、第3回印象派展を推進したことがわかる。そして、4月、会議ボットが借りたアッパルトマンを会場にして、第3回印象派展が開催された。 参加人数は18人となった。海ユボットは、ルノワール、モネ、ピサロと共に展示委員を務め、作品の内容と形式に従って5つの部屋に配分して展示を行った。海ユボット自身は、パリの通り、アメやヨーロッパ橋など6点を出品した。ヨーロッパ橋は、サンラザール駅のすぐ上にある立橋、パリの通り、アメはヨーロッパ橋の東北方向にある。 デュブラン広場を描いたものであるが、同じ部屋に展示された、モネのサンラザール駅連作と主題において交往する作品と言える。しかし、カイユボットの投資図法と写真のような綿密な仕上げは、印象派よりは、サロンの価値観に合うものであった。テオドール・デュレは、印象派の画家たちという小冊子で、モネ、シスレー、ピサロ、ルノワール、ベルト・モリゾの5人を、 印象派の画家として紹介しているが、その中で、ドガや、カイユボットについては、印象派ではないが、彼らと共に出品したことのある、優れた才能を持つ画家たちと位置づけている。ムーランドラ・ギャレットを前にした、自画像を1879年頃、第3回印象派展で購入した、ルノワールの作品が鏡で、左右反転して描かれている。カイユボットは、ルノワールの、 ムーランドラ・ギャレットの舞踏会や、モネのサンラザール駅を購入した。ただ、第3回印象派展の全体の売れ行きは思わしく、なく、参加者たちの間での温度差を生む要因となっていった。1878年5月から11月にかけて、パリ万国博覧会が開かれた。トロカデログーで美術展が行われたが、印象派は、もちろん、ウジェーヌ・ドラクロワや、 ジャン・フランソワ・ミレーなどバルビゾン派の画家たちでさえ排除された保守的な展覧会となった。カイユ・ボットはこれに憤慨し、カミー・ユピサロにすぐに第4回印象派展を開くことを提案した。しかし、ドガは万国博覧会が終わってからにすべきとの意見であった。この年、ルノワールがサロンに作品を応募して入選し、モネもサロンへの応募を希望したのに対し、 ドガはサロンを敵視し、グループ店参加者はサロンに応募すべきでないという考え方であり、グループ内での意見の対立が顕在化してきた。カイユボットはドガの芸術を敬愛する一方で、見解な性格で政治的主張に偏りがちなドガに辟役させられ、グループ店参加者の資格という大きな問題からポスターへの参加者名への記載のような小さな問題まで、 しばしば意見の対立を繰り返した。ピサロは同年3月、海遊ボットに送った手紙で、ゾラはセザンヌにサロン応募を進めているのでしょう。シャルパンティエ夫妻がルノワールにサロン応募を進めているように、私たちだけで展覧会を観光できるでしょうか。残念なことだが、やがて完全なグループの崩壊が起きることを予想しておかなければならない。と相談している。 海ユボットはイエールの別荘に滞在し、イエール川の船漕ぎや水泳の情景を描いた。1878年10月、母が亡くなり、両親の遺産を弟と共に相続することになった。第4回印象派展は、1879年4月から開催されたが、この回はドガの主張が強く反映され、名称が独立派展となり、 サロン応募者は参加させないこととなった。海誘ボットはモネにサロン応募を思いとどまりグループ展に参加するよう説得した。結局、海誘ボットが所蔵者からモネの作品29点を借り集めて出品した。ルノワール、シスレーセザンヌはサロンに応募するためグループ展には参加しなかった。ベルトモリゾも不参加であり、 グループの分裂が際立つ結果となった。海ユボット自身は、カタログによれば、絵画19点、パステル6点を出品した。イエール川の船小ぎや、水泳の作品、パリの風景が、肖像画と装飾パネルであった。デュランティは、展覧会表で、ドが、海ユボット、メアリーカサットを称賛している。1880年に、グループ展を開催するに際しても、 海ユボットとドガは様々な点で対立した。ドガはグループの名称を独立派とすること、ポスターに出品者の名前を載せないこと、風俗的な主題を扱うが形にもグループ店への参加を認めることを主張したが、海ユボットはいずれにも反対した。ドガは3月にフェリックス・ブラックモンに宛てた手紙の中で名前を記載するかどうかで、 カイユボットとの間に大きな戦いがありました。私が屈服し名前を載せることにしました。この世の中に暗い,い理由と趣味があっても、他の人たちの惰性とカイユボットの頑固さによって何も達成できません。と、不満をあらわにしている。第5回印象派展は、1880年4月に開催された。ルノワール、シスレー、セザンヌに加え、モネもサロンに応募し、 グループ展には参加しなかった。一方で、ドガが強く押したジャン・フランソワ・ラファエリが参加し、グループ展の内容は印象主義から相当離れたものになった。カイユボットは、カタログによれば、カフェにて、室内など11点を出品した。第6回印象派展の方針についても、カイユボットとドガの対立は深刻化していた。カイユボットは、1881年1月、 キサロに宛てた手紙で、展覧会はこの趣旨に本当に関心を寄せる、人々によって構成されるべきことを願います。つまり、モネ、ルノワール、シスレー、モリゾ夫人、カサット城、セザンヌ、ギヨマン、お望みならば、ゴーギャンと、多分コルデー、それに私自身です。これで全員です。ドカが、私たちの中に不和を持ち込んだのです。彼にとって不幸なことですが、 彼の性格は善良とは言えません。と、ドガの態度を批判している。その一方で、ドガは素晴らしい才能の持ち主だ。私は彼の大ファンになった最初の人間です。とも書いている。ピサロはカイユボットに対し、カイユボット自身もドガの推薦でグループ展に参加できたことを指摘して、ドガを許容するように言ったが、カイユボットは、 ついに第6回印象派展への参加を断念した。カイユボットと弟マルシャルは、両親から相続したイエールの辞書を売却し、1881年、セーヌ川沿いのプティジュヌビリエに辞書を購入した。ここは、モネやマネが愛したアルジャントイユの近くである。カイユボットは、1882年初頭、第7回印象派展への準備を始めた。彼は、 ラファエリの不参加を条件に、ドガの参加を認めるという妥協案を提案したが、ドガはラファエリの参加を強く主張した。ゴーギャンやピサロも調停を試みたが、交渉は難航した。そのような中、画ーポール・デュランイコール・デュエルがモネトル・ノワールに、グループ展への参加を要請した結果、二人の同意が得られた。しかし、ドガは不参加となった。第七回印象派展は、 1882年3月から開催された。海ユボットは17点を出品し、うち人物が6点、生物が1点、風景が10点であった。特にトランプ遊び、バルコニーの男などの人物画における正確なデッサンが高評価を得た。他方、果物の生物画や高いところから見た大通りは大胆な俯瞰的構図を用いた作品であるが、 それほど注目されなかった。弟のマルシャルとカイユボット。1886年ごろ。1886年4月、デュランイコールリュエルがニューヨークで印象派作品の展覧会を行い、その中にカイユボットの作品も数点含まれていた。他方、この年に開かれた第8回印象派展には、モネが不参加を表明し、カイボット、ルノワール、シスレーも同調して、 参加を決めたグループ展として最後となるこの回はデュランイコールリエルの講演のもとピサロのグループとドガのグループが中心となって開かれ特にピサロ陣営のジョルジュスーラ、ポールシニャックといった新印象派と呼ばれる天描技法の作品が注目を浴び従来の印象主義とは内容が異なるものとなったプティ・ジュヌビリエの邸宅と庭園音質のカ遊ボット カイユボットは、1881年にセーヌ川の、ほとり、アルジャントいイユ近くのプティジュヌビリエに辞書を購入していたが、1888年、ここに移り住んだ。絵の発表はやめ、庭園作りとヨットに集中し、弟マルシャルや、しばしばプティジュヌビリエを訪れた友人ルノワールとの付き合いを楽しんだ。遅くとも1883年から交際していた。 女性シャルロット・ベルティエも一緒に住んだ。パリのイタリアン大通りにあったカフェリッシュ。印象派の画家たちは、かつてのように頻繁に会うことはなくなったが、1884年頃から、毎月第一木曜日に、イタリアン大通りのカフェリッシュで、印象派画家たちの夕食会を開き、集まっていた。ギュスターブ・ジェフ・ロワアは、モネの伝記の中で、1 9九十年から1九9四年の時期に、 私はモネを通じて、印象主義のが形と知り合った。カフェリシュにおいて開かれる月齢の晩餐に私も、出席を許されたのである。この会には、クロード・モネと共に、カミーユ・ユピサロ、オーギュストル・ノワール、アルフレッド・シスレー、ギュスター・ブ・カイ・ユボット、ドベルオ博士、テオドール・デュレ、オクター・ブ・メルボー、そして時折、ステファヌ・マラルメが出席した。と記している。ジェフロワによれば、 参加者たちは元気で、創造しく、その中でも、ルノワールが辛辣な言葉で、カイユボットを茶化したり、やり込めたりすることが多く、怒りっぽい、カイユボットがこれに激光しては顔色を変えていたという。話題は、芸術だけでなく、文学、政治、哲学など様々なテーマにわたった。1883年に、ジベルニーに移り庭園作りに情熱を燃やしたモネとは、 庭仕事という共通の趣味でも進行を続けた。モネがカイユボットに当てて約束通り月曜日には必ず来てください。庭のアイリスは月曜が満開で、それを過ぎるとしぼんだのが混じってしまいます。と書いた手紙が残っている。基本的に絵の発表は控えていたが、1886年にはデュランイコール・リュエルがニューヨークで開いたパリ印象派の油絵。 カステルが展に参加した。1888年、ブルッセルの20人展にも出展したが、冷淡な反応しか得られなかった。1890年、モネがマネのオランピアを買い取って、国に寄贈する計画を立てた際、海ユボットはセンフランを拠出した。オランピアの受け入れをめぐっては、反対論も巻き起こったが、最終的にリュクサンブール美術館に収蔵させることに成功した。 パリのペール・ラシェーズ墓地にあるカイユボットの墓。1894年、園芸作業中、廃墓血により没し、パリのペール・ラシェーズ墓地に葬られた。カイユボットは遺言書の中で自分のコレクションを国家に遺贈しており、その遺言執行者としてルノワールを指名していたことから、ルノワールはその遺贈を実現する責任を負った。遺言には屋根裏部屋でも、 地方の美術館でもなく、リュクサンブールへ、後に、ルーブルへ収めるようにと、明記されていた。コレクションは、セザンヌ、ドガ、マネ、モネ、ピサロ、ルノワール、シスレーなど、生前親しかった画家の作品と、ジャン・フランソワ・ミレイのデッサン2点、合計67点からなっていた。1894年3月、ルノワールは、美術大臣に、遺贈の件を伝え、 間もなく美術館諮問委員会で、リュクサンブール美術館への受け入れが認められた。しかし、遺蔵の件が明らかになると、アカデミズム絵画やジャーナリズムの中から激しい反対が起き、政府は遺蔵の受け入れに難色を示すようになった。アカデミズム絵画のタイトジャンレオン・ジェロームは、ここには、モネ氏、ピサロ氏といった人々の作品は含まれていないでしょうか。 政府がこうしたゴミのようなものを受け入れたとなれば、道義上ひどい汚点を残すことになるでしょうからと述べた。政府は、コレクションの一部だけを受け入れることで妥協を図り、選定委員会が設けられた結果、1896年、ようやく40点が選ばれて、美術館に受け入れられた。これらの作品は、1897年2月、リュクサンブール美術館の増設されたギャラリーに、 先に買い上げられていた真似のオランピアやルノワールのピアノによる少女たちと共に展示された。なお、カイユボットはルノワールに対しコレクションの中から一点を自分用に選ぶように指示したため、ルノワールはドガのパステルがダンスのレッスンを選んだ。しかし、ルノワールは金作の必要が生じてこの作品をデュランイコールリエルに売り、これを知ったドガと仲違いすることとなった。 海油ボットは、批評家によって、ドガの弟子と呼ばれたように、初期の作品には、ドガの影響が強く出ている。第2回印象派展に出品した、床削けずりは、写実主義と正確なデッサンが特徴であり、その現代性で注目を浴びた。その後、パリの通り、雨やヨーロッパ橋のように多くの都市風景を描いたが、色が明るさを増した他は、当初の写実性が残っている。 イエール側のカヌーを描いた作品やカフェにてといった生活情景画は人物が中心的役割を果たし遠近法やコントラストを強調した構成的なものとなっている。1880年代、モネアル・ノワールが印象主義を離れ、場所的にもアルジャントゥイユを離れたちょうどその頃、カイユボットはアルジャントゥイユの真向かいにあるプティジュノビリーに移り住み、 印象主義的な傾向に接近していった。アルジャントイユのヨットや干した洗濯物はその代表例である。海遊ボットの作品は20世紀前半までは遺族のもとに留められ市場に出回ることがなかったため画家としての評価は遅れたが優れた作品は多い。再発見のきっかけとなったのはウィルデンシュタイン社がパリのギャラリーで開いた回古展であった。 1964年、パリの通り、雨がシカゴ美術館に収蔵されるなど公的な認知が進んだ。海ユボットは数々の趣味を持っていた。当時のフランスで切手専門のクラブ、雑誌、交換書などができるなど流行していたこともあって、1877年か1878年頃から弟マルシャルと共に本格的な切手収集家となった。毎朝、 切手の選別、銀味に費やしていたという。ただ、約10年後、マルシャルが結婚した頃、切手集めからは遠ざかった。1888年にプティジュヌビリエに移ってからは、増援に熱中し、徐々に庭園を拡大していった。また、マルシャルと共にヨットを楽しみ、1879年以降、兄弟の名は、ヨット愛好家の間で知られるようになった。 数々の大会で優勝しており、ヨットにかけた時間とエネルギーと資金の量を押して知ることができる。1882年からは友人の技師の助けを借りて独自のヨットを設計し、1886年にはプティジュヌビリーにヨット工場を作っている。ありがとうございます。